聞こえるよ。あ、来た来た来た。あ、来た来た、よかったよかったよかった。よろしく今日は。いや、やっとるね。いや、ごめんね、本当に唐突に。あ、いいよいいよ、全然いいよ。いやもうね、吉縄にしかね、頼るあれがなかった。まあそうだよね。だって偉大でしょ、だってこんなやり込んでるやつ2つなの、一番むずいクエスト持ってるやつがいなかった。あれ出すとクソめんどいからね。そう、いないし、なんなら俺初見で挑みたかったから。はい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 、はい、不可能じゃん、初見で自分でそこまで上げなきゃいけないって。やらないと上がらないから。多分ライズまでに終わんないで。いやね、でほしい。これMKR の視聴者さんにも言っておきたいんだけど、マジであんま期待しないでほしい。ガチでみんなプロファンだと、あのスマブラで言うザクレだと思われてるよ。モンハン界のザクレだと思われてるよ。いや多分スマブラ界の MKR くらいの実力だと思う。いや、いや俺もね、いやでもね、俺もそう思ってたんだよ。えでもね、動画見てみたらちゃんとスマブラが、あのモンハン界のザクレだったよ。いやそれはあのザクレ目線よ、ザクレ目線じゃねえわ。それ素人目線、素人目線。スプラ界の繁盛、スマブラ界のザクレ、モンハン界の吉生ぐらいの腕前だとみんな思ってる、とりあえず。記憶によれば多分青柱あたりからが一番いい。え、そうなの？噂によると青柱超強いって聞いてるんだけど。え、嘘だやっぱ嘘つきか、視聴者。え、でもまあ、強い、つか超特殊は本当に、うん、あのボレアスとかバルカンよりは強いよ、全部。え、青柱もボレアスとバルカンより強いの？え、強い、マジ強い。え、これじゃ双剣とかで図に乗っていかない方がいいかな、じゃあ。いや、そう知ると思う。距離取れる武器じゃないと多分死ぬ。俺もよく覚えてないけど、青柱は。いや、俺2つの青柱も行ったことないの？だから俺、全部完全初見。いや、それはマジでやばい。全部完全、その初見にしたかったから、自分でクエスト進めなかったんだよ。うん、あ、さっきのそういう意味か。そういう意味、そういう意味、そういう意味。そうだから、理論上不可能じゃん。喋る暇ないよ、俺。え、てか、青柱ここにいんの？青柱の分際で。超特殊、みんなこういう感じだよ。天津のとこいるじゃん。はいはいはい。まあ、強えぞ、マジで強えぞ。まあ、確かにちょっとなんか、いつもよりでかい。そう、方向もするんだよ。バインドボイスあるんだ。え、疲れるんだよね。疲れるね。なんか、ディノバルとかなんかが疲れない。はいはいはい。ごめん。なんか今、あ、これウルクススのモーションじゃん。一回リタイアし、ごめん、俺なんかブレイブ。いやいや、おいおい、プロハンプロハン何やってんだ、もう早いよ。しかも久しぶりすぎて、なんでこれスタイルマイセットに装備できねえんだよ、このゲーム。終わっとんやろ。もう間違えてない。言うの遅れてたけど、公開クレートとかマジで作った方がよかったね。あるよ、俺公開クレート。あ、マジ、うん、オッケーオッケー、それ飲んだ方がいい、絶対。マジ俺言うて20ぐらいしかあんないでしょ。俺だってそもそもあれだよ、吉野、俺防御力上げたところで、俺防具とか強化できてないからさ。いや、それはやばい。本当にね、超特殊はね、うん、あの、マジでガチよ。なんなら武器とかも最終強化じゃないから、全部。それはダメで。いや、まあ、でもプレイングで、プレイングで。あ、そうだね。プレイングでカバーするから。昇竜撃でもスタン取れるからね。合わせたら難しいけど。こいつ頭がちょっと、なんか、しかも腕硬くね？硬い。2つのは基本、部位めっちゃ硬くなってる。データ。とりあえず硬くしとけばいいの嫌なんだよ。そう、よくない。うおー、危ない。あ、多分これ超特殊だけの技かな、今の。なんかね、超特殊だけの技が1個追加されてんだよ、全部。いや、そもそも2つなの時点で知らないから。あ、そうか。そもそも大体新モーションだ。2つは全部行ったことないってこと？あのね、ウルクススだけレベル1いった。あー、切り裂かれたぞ、なんか。いや、今ワンパインよ、俺マックスだった HP。 マジ？いや、俺は耐えるよ。あ、マジで？俺は耐える。俺嘘ついたかもしれんわ。吉山が弱いだけじゃね？じゃあ。いや、今の鮭狩りクローンって言われてんだけど、マジで強いんだって。早く戻ってきて、回復する暇がね。臨界ブラキはなんか初見で勝てたんだよ。あ、でも十分すごいよ、臨界ブラキクソ強いからな。いや、あいつほんなんか何が強いか分からなかったんだよ。ザボアザギリの方が強かったんだよ。いや、それは嘘だ。だって俺最初カイのさ、10日ぐらい前に始めたんだけど、カイの大名ゾザミに俺45分かかったよ。ヘビーボーガンで通常弾レベル1しかなくて。よくここまで仕上げたね。やばい、ちょっと待った。よっしゃよっしゃ、危ねえ。大丈夫、エリアル装飾とか逃げらんねんだよな、ああいう時。粉塵欲しかったら行って、いつでも。オッケーオッケーオッケー。あとさ、任せます。いや、あとさ、なんかさ、まさかとは思うけどさ、これなんか、吉永の猫いなくね？
あ、そっか、猫なんているか。なんか一人分戦力足りなくね。さすがにこれあれだよね、一匹しか連れていけないとかそういうのだよね。猫忘れるやつおらんよね、仮に。いないだろう。いないよな。これあれか、いないだろ、さすがに。ホストの猫しか連れていけないのか。連れていける。これだよ、これこれがやばいよ。今の一撃、今の多分一撃のはず。あ、なんか赤取れねえんだけど、俺無限に飯飛ばしてるわ。終わったわ。ねえ、やばい、吉永が3回切り消しまれる。俺がステータス確認してるね。いや、俺根性つけたかなと思ったけど、そういやつけてねえ。やべえ、俺もワンパン。俺はもうダメかもしれん。これさ、先行玉とかって聞くの、こいつ。あー、どうなんだっけ。なんか罠は設置できないんだけど、先行、あ、罠設置できないんだ。罠設置できない、マップが設置できないマップなんだよね、確か。うわ、待って、弾け、あー、危ねえ。え、ってか、なんで俺弾かれた。ちょっと待って、危ねえ。え、なんで俺弾かれた。ナイス、オッケー。あ、違う、吉永を助けて、吉永を助けて。あー、よかった、あー、危ねえ、あー、危ねえ。俺さ、おい、あ、技物だ。全然心眼ついてねえじゃん、嘘つき。世の中がキノコ忘れるし、根性はついてねえわで。猫もいねえし、ボロボロやねんか。吉永は2回死ぬし。ねえ、これ、落としていいもん。いいよ。いくよ。あ、今最悪。なんでだよ。ちょうど方向。よかったんじゃねえのかよ。ちょうど方向食らった。いて、立てない。あ、疲れてる、こいつ。いけそうだね。あ、疲れてる、マジ。俺のメッキの刃だね。いいね。お、いいじゃん。だろ、足引っ張んないよ、メッキの、あれ。頑張ります。2つなヤバいランキング、これ青柱が一番低いの。いや、もう弱い部類のはず、こいつは。大名とかウルクススよりも。大名、ウルクスス、あ、まあそうだね。大名も結局なんかあのため殴りみたいな一撃が。やった、やった、やっべー。ちょっと待った。しゃあねえな。じゃあね、俺は大粉塵飲んでやるよ。ナイス、マジでです。じゃあねえな。ナイス、ナイス。じゃあねえな。世話焼かせやがって。ちょっと猫もちょっと見てくる、俺も怖くなってきた。でも俺ダメ。あ、ごめん。うわ、間に合わんかった。ちょっと待って、それ直させて、俺死ぬ。あ、危ない危ない。いや、俺今間に合ったな。うわ、やべえわ、マジで。ちょ、俺もちょっと逃げるわ。え、でもしかも俺もなん、もう分かったよ、なんとなくこいつのモーション。あ、本当に。うん、もうだいぶ慣れた。それは心強いよ。だいたいね、いつも見たことない初見のモーションでやられるから。あ、なるほどね。初見のもう全部この時点で死んでないってことは、もうここから先も知らないってこと。マジかよ。うん、ちょ、俺もクソ慎重に行こうでしょ。やべ。マジで本当に俺もね。ちょ、軽く足りないっす。虫飛ばしてるだけだと軽く足りないっす。いや、マジで3音は柔らかしすぎ。報酬金 OK 飲んでよかったの、これで。本当だよ。しかもさ、これ今どんぐらい削れてんの。いや、これ多分ね、まだ3割4割だと思うよ。3割4割死ぬ、吉田も死ぬ、死ぬ。いや、これはね、俺が悪いわ。あ、さっきのちょっと、これってさ、2つなんて大きさ変わる。変わると思う。いや、でも、いや、でかいわ。ちゃんとでかい。テラよりはでかい。つか、2つのは基本なんか、通常のモンスターよりでかくなってる。やってなくて、なんだろう、そのダブルクロスとかだけはやってたみたいな。誰の麻痺これ。これ、俺でしょ、猫でしょ。え。あ、なんか早くね。麻痺耐性、めっちゃ低いんじゃないのこれ、もしかしたら。あ、かもしんないね。ありえなくね。俺だって、クエスト中、猫2人いて、今まで相手麻痺ったことほぼないよ。マジ？うん、じゃあ二つの面白い、ま、あっ、あっ、おい、粉塵コール足りないって。粉塵コール足りないって。俺ダメになっちゃった。俺ワンチャン片手剣だから間に合うよ、俺。そうだよな、叫べば。あって言ってる場合じゃなかった。あって言ってる場合じゃない。状態上がめっちゃ低いんだって、二つの面白い。うん、なんかそんな感じしたよ。いい。もしかしても勉強になるわ。あ、俺の方が青柱の知識ついたかも、もしかして。よかったな、青柱。スターちゃんじゃん、こいつも。ラージャンより余裕で強い。ラージャンより余裕で強い。ラージャンたち、今2つないないんだよね。あ、危ない。そうだね。死んだかと思った、吉野が。ねえ、なんで俺こんな死ななきゃいけないの。
同じ位置だろ。なんでなんで俺と全く同じ場所いたのに。なんか俺逆に吉山に切られて助かったまであった今。あぶねー今なーマジでシャケグローで終わると思った。俺病気になるわあれ見たら。あれ見たらマジで。吉田ちょっと、吉田ライズまでに2つのモンスター全部外で倒す動画出した方がいいじゃない。あ、でもそれありだわ。リハビリにはマジで持ってこいだわ。多分ノリゲージが増えてるよね。ノリを助けてくれるだけなんだ。お、すげえ今ラウンドホースで受けた。かっこいい。いや、それはうまいわ。いや、プロハンだから。いや、それはプロハンマジで。プロハンがやりやすだもん。でもね、はい、また動画ね。しょ、あー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 、射撃クロー。ちょ、今なんか吉縄にそそのかされたわよな。プロ褒められたからちょっと調子こいて昇竜劇しちゃったわ。褒められてなんかちょっと店昇竜劇出たわ今。やばいぞ、もう一応つもできない。もう七立てされてるよ青柱に俺ら。やばい、あと1回か。でまだ悟空神しかなってねえんだもんな。あー、エキサン出しちゃった、もう止まんないよ。あ、外したら最悪だもん、終わったわ。 しかも当たってない。あー、てかそうだ、マルチだから、あれしちゃ、あれしちゃいけない。うわぁーすげえ、こいつバカみたいにコメント見てた、今。ちょっと待って、一回、ちょっと青柱、ダメだな。いやでも、悔しいよ。青柱倒せないの、俺悔しいよ。吉野もあれでしょ、大学2年から始めたんでしょ、実況。そうそうそう。それもね、俺と一緒なんですよ。お、マジで？俺も大学2年から。全部同期じゃんけ。全部同期なの。ただ、YouTube で始めたかニコ動で始めたかの違い。俺はそこで選択を誤ってしまった。そうだね、スマブラだもんね。 YouTube でスマブラが出て一気に伸びたよね。なんか俺、マンドラゴラ消えた。取った吉田も俺のマンドラゴラ。え、マンドラゴラなくなってね。ブレイクは取ったんじゃないそれ。ブレイクは取ったんかな。ブレイクいなくなった。マンドラゴラだけしまうなんていうことする俺。ないんだけど、またキノコ大好き腹スキルみたいな。マンドラゴラ入ってないよ。入ってるわけで。さすがに入ってないか。いやでもその虫でさ、これ防御力とか上がってんの俺の。いや俺しか上がってないはず。え、でもなんかあれじゃ攻撃ついてない。あ、マジで。うん、あ、俺も虫のスキルに、あら、そういうのがあるかも。上がってる気がする。いいね、じゃその中古なおいいじゃん。笛じゃん、実質ね。笛使えないの。笛は無理。吉永に笛吹いてもらおうと思ってたのに俺。いや殺したい笛全く強くねえかんな。おい狙い次だろ。あぶねえ。もう今何割。今5割いってると思う。5割いってる。あ、俺はなんかもうすごい今回調子いいわ。どう MG やろう。分からん。え分からん。いやでもちょ、青柱でこれだとマジで先が思いやられるな。一番強いのあれディアブロス。そうだね、ディアブロかライゼックス、どっちか。あ、そう、ライゼも強いってみんな言ってんだよね。そこはもう正直もうレベチ、本当にレベチ。多分2人じゃ勝てないレベル。死にそうだね、吉永。やばい。え、外で勝ったことない吉永。外で勝ったけど、多分8時間練習したから。え、8時間練習して何分ぐらいかかるの。私は30分とかかな。あー、まあ、でもソロで一応30分ぐらいの体力なんだ。そうだね、キツキツではないね。ワールドと違ってさ、マルチで体力増えるとかないからさ。そうだね、まあ、つまり俺が30分間生き残れば勝てるってことでしょ。まあでもやろって実力じゃねえかんな俺。理論上。まあでも理論上ね、俺が全盛期の腕戻ってくればそうなる。そうだよ、吉永だから RT、むしろタイムアタックよ。俺が死ぬ前に相手ライズックス倒すっていう。なるほどね。青柱だからちょっと温めるわマジで腕。うん、これさ、ゴンさんの頭当たり判定増えたりしないよね。なんか俺ひでえだろ。ゴンさんの装備にしてからやたら被弾が増えた気がするんだよな俺。あ、センキュー。気持ちの問題やそれは。吉永多分ね、ノイズキャンセルじゃなくて多分クソ回線だ。声がプツプツしてんの。えっ、やばい、これなんか吉永今多分別次元にいる。え、俺ノイキャンめっちゃ来てる。今一応何が起きたか分かんなかったもん。え、今俺の声はちゃんと聞こえてんの。あ、多分うちの回線から終わっとるわ。あ、なんも。おい、青柱停止してるって。やばいやばいやばい、青柱やばい。
ラガーだこいつ。恐ろしいぜ。え、待って、いる？吉永、なんかいなくなってね、マップから。今来た。あ、今来た。ね、こいつ終わんなくね？いや、思った。俺もなんか、もう、さすがに、青柱についての感想何も抱けなくなってきたから、雑談してたけど、雑談したら終わるやろと思ったけど、終わらない。おい、こいつ、体力高すぎだろ。これ、青柱が特別高い。青柱って、低い方。青柱も低い方のはず。信じたくないんだけど。でも超特殊は本当にあの頭おかしい全部。なんでこいつこんなやばい。やっぱ超特殊ってバカだわ。やっぱそうです、バカだわ。オッケー、よかった。もう今日こいつだけで終わるかと思った。安心した。いや、倒せるということがとりあえず証明できたから。じゃあやっぱさっきの俺らが悪かったわ。そうだね、うん、しかも青柱だってMKR の視聴者さんによるとナンバー5くらいなんだ。ナンバー5だから全部で18体いるんだよね。そんないんだ。全部で18体いるってことは、もうナンバー5倒したってことは、もう残り12体はとりあえず勝てると。そうだな、うん、これだって、これ青柱1匹からのにさ、うん、俺ら1時間かかってるっていう。吉永に俺の配信5回ぐらい来てもらわんといか。さあ、頑張ろう。ああ、飯食ってねえや。あ、俺も飯食ってちょっと一回食いしてて。一回帰ろ、これ。一回帰ろ。どこ、ここ。あ、浮かぶの場所で戦うの。なんかドイツもこいつも。そうそう、だダブルクロス世界観ぶっ壊れてるから。どっちかについちゃってるから。これが、ね、でっかい、なんか、二つなら全部でかいね。めっちゃでかいよ。方向もあるよ。おお。お、ブレイブカードで。え、いや、じゃあブレイブ双剣。あ、双剣か。調子こいたもん、ちょっと。これ元気玉。もう一個、こいつ自身があれをぶん投げてくる技がある。で、それを食らうと、うん、あれになる、雪だるま状態になっちゃう。え、今の回転？そう。やーべえ、打ち消しの実持ってきてね。しかもなんかさ、回転の角度おかしくない？お、なんかおかしいかも。元の位置に戻ってこないの。ディノワールドとかだったらタチだな、俺。毒いった。毒はや状態上なんかみんなかかりやすいんじゃない。もう毒かかってる。マジか。全然殴ってないの。あ、ガルルガの双剣か、それさっき作ったんだよ。あ、ほんとだ、マジだ。めちゃめちゃめちゃいや、めっちゃ変なことでしょ。だって俺ずっと、うわ、でっかっこれが。あ、待って、俺死ぬ絶対これ。助けて。絶対俺じゃんじゃない。危ねえ、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 危ねえ。今のか、元気玉。てか、小三剤持ってきた？あるあるある。青柱より弱い、こいつ。もしかして。青柱よりは弱そうだなぁ。状態異常が厄介すぎる、ちょっと。いや、ブレイブ双剣にしてよかった。普通の双剣だと、氷属性がめんどくさすぎる。そうだね。ドロップキックしてこないね。あ、確かに。あ、これ？あ、違うわ。だから、してきそうじゃない？違うか。まあ、さぁ、雪だるま状態に治るとき、勝手に治るときが一番怖くない？そうだね、だから自分でも強制的に直しちゃった方がいい。あ、これか、ドロップキック。あ、これだ。滑った後にやっていくんだ、覚えておこう。完全にクッパの横スマじゃん。もうじゃあこいつのモーション全部出たか。出たね。まあそんなだな。やっぱ青柱がやべえやつだったんだ。ああ。ユータしか当たんねえ、あんなの。かわいい、この技。むしろ好きしかない。いや、これがさ、ちょっと範囲広すぎるわ。これちょっとやばいね。これやばくない？しかもほぼだって真後ろに届くし。一回に止まるのはデフォだから、絶対一回は止まるようになってるから。あ、でも俺も毎日そうだわ。死ねー！あっ！ドラッ！バンド！あ、入った。やべ、しかもそれ確定。ナイス！よく避けた。ちょっと、やべやべ、わかる、わかる、わかる、助けて、助けて、助けて！いやー、次うめえなー、こいつ。いやー、じゃあ2発目ひよって、情けない2連ハリウッドダイブしたわ。バカたれ。カウンターしたところで、カウンターの攻撃が当たらない。あ、そういうことね。来るぞー。俺だー。そこから来るぞ、ドロップキック。いや、つーい。あ、でも、分かってないわ。あ、でも確定ピオリア、これ多分。あ、ピオリア確定。確定だー。そこからもデスコンボされた。
意外とこれ突っ張った方がやべ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 、俺死ぬわ俺死ぬわ俺ドロップキック、あ、よかった振動食らわなかった。あの、持った時に殴ると、うん、なんかあるとかなかったっけ。モンハンそういうの多いよね。そうそうそう、なんかあった気がすんな。あいつより柔らかいよな。だいぶ柔らかい、だいぶ柔らかい。腕もや、弾かれる場所がないっていうのがいい。ナイス麻痺、ナイス。もうノルモーション無限にやっとくか。さらに吉永はここであれだから、あの虫で気絶させるから虫気絶まで挟んでっから吉永は。クソ弱えよそのモーション。トウドロップキックるぞ。おい、ドロップキック強さだよな。耐えるならいい、耐えるならいい。まあそうだね、耐えたら OK だね。俺死ぬからそれ当たったら。おあぶねえ、ナイスナイスナイス。えぐいね、ブレイブノートそんな食らうんだ。そう、ブレイブノートで半分ぐらい食らう。ミラルーツのブレスとかの倍ぐらい食らう。あ、待って、あー、そうだ。あ、ほんとだ、おおおお、でもただただただすごいのろけてるよ。あ、でもほんとほんと、なんか好きになってるね。ありがてえ、キサンタ当てられれば。タクだったわ、回復か先行玉の先行玉選んだ、アラサーなんだから俺は。先行玉並べ、オッケー、ナイス。いや、それはうまいわ、もう順応してるやんけ。だろ。あ、コントローラーちっちゃいな、ほんとに。いやいやいや、待って、これ死んだ。あー、え、ん、根性2回目、あれ根性って2回発するの、2回死ん、あれ死んだらするのかな。あ、そうだそうだ、生きてるうちに1回で死ぬとリセットされるんだ。え、それ猫根性も、猫根性、あ、でも、わかんねえ。普通の根性はそうだった気がしたけど、猫根性もそうなの。え、じゃあ猫根性最強じゃね。もうね、奇跡だったかもしれん。いやいやいや、バグじゃん、ただのそれ。奇跡だった。あの超小型サイズの威力高いんだよ、実は。止まってる止まってる止まってる、ウルク、うおお、この対応力、え、てか体力多い、今シンプルに体力多い。いや、食った方がいいよ多分。いや、あのね、ブレイブと獣宿しがもったいない。あ、なるほどね、ちょうど両方溜まってる。あ、オッケー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 。いや、パッといったなぁ。何分、あー、まあ24分、まあまあまあ、まあ、面白い、3回目で25分とかかかってっから確かに、そう考えたら、ね、あー、オートバックだ、忘れた。いや、いいよ、どうせ結構むずくない、あいつにオートバックだ。いやね、実は簡単なんよこいつね、めちゃくちゃエラー。あ、そうなんだ。一回帰んね、報酬競技発動してねえし。あ、その、お前いつも早いんだよ。俺のあれを聞くまでに、聞く前に帰る。そうだ、そうなんだよね。あの、反応されるまで。反応される前に帰る。絶対に帰れるようにするから。さあ、頑張ろう。大名はちょっと未知だわ。左手のため攻撃でワンパンなのは多分ある。あ、オッケーオッケー。え、いやでも俺、おまけついてなかった。だって、一回死んだ時、飛躍飲んだもん。今はたまたまだけって書いてあるよ。え、たまたまミリ残っ、あれなかったよ。あの、赤いダメージなかったよ。あ、じゃあそれ発動してるね。発動してるよね。でかすぎ、化け物かよ。でかすぎだろこれ。君のどこだ。なんだ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 、どういうこと。これ俺刺さったわ。これ火怒りでこれだから怒ったら一発。あ、なるほど、オッケー。もう模範かな。見て。ブレイブダッシュで来たからリタイアし。ブレイブダッシュ強いから。本当に。マジリタイアすんな、リタイアすんな。見てよ。ブレイブダッシュ強いって。オッケー、分かった、じゃあブレイブダッシュ行くわ。ジャンピングキュー、あ、これだわ、オートバケだ。間に合った。ナイスナイスナイス。しかもこれ結構な頻度でやってくるはず。この後に攻撃とかしてこないの、あの。あ、まひった。早い。来ないと思う。お、ナイスナイスナイス。早いナイス。これ落としていい。いくよ。なんだこれ、俺食らんかいこれ。あ、ちょっとまだ我慢する。オッケー、じゃ回復していいこれ。ギリきついか、ギリきついか、持つ持つ、え、いつもいいよ。あ、違う、無理だった。違う、無理だった。オッケーオッケー、ギリギリ粘れなかった。いこれやばい、何やってるか見えない、でかすぎて。じゃあさ、は、届かん。音バカ弾投げるよ、俺が。オッケー、やばい、動く、動く、あと動くんだよ、いけないんだね、全部。何何、あ、これジャンピングアタックや。やっ、かっけえ。これが一撃か、もしかして。いや、絶対一撃でしょ。狩技とかセットし忘れるから、まだ。おっ、やばいやばいやばい。まだ乗らない方がいいのかな。麻痺中は多分乗れないよ。
え、マヒット乗る乗る乗れないわけないだろ。嘘だ乗れないわけないだろ。マヒッターと速攻乗りとかなっちゃう。あのさ、でかすぎてさ、エリアルのジャンプがなんか体にぶつかってるのに飛ばん。あ、マジで絶対行くだときに。ちょ、怖い。俺大ニュースのトラウマだから。こいつ回の45分かかってるから45分かかったトラウマが。あぶねえ。長ってか、はい、でかいす。でかいってだけで強いわ、正直ね。何やってか見えないしね。もう落とすよ、すぐ俺。オッケー、いいよさっき粘って落とせなかった。え、うまいね、エリアル操縦桿。うまいとかあんのこれ。いや、うまいよ、だって早く乗ってるもん。カチカチだな、マジでね。顔面ぐらい柔らかくしてくれよ。顔面だけやってんのか。多分足に全部吸われてんだ、でけえから。ブレイブタッチいけそう。ぐわー、カウンターできんかった今。あ、マジで。なんか憎く言い始めた、コンさんが。やばい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 、お腹いっぱいにマークしてる。よかった、そっちで。さあ、確定。あ、やばい、怖い怖い。あー、死ねー。やばい。あ、いや、倒れた。よかった、これは普通のジャンプだ。雑魚だ、こいつ。ワンパンしてこない時点で雑魚。まあでも一通りモーションを見たからさ。そうだね、反撃の時か。俺あんま強くねえな、こいつも。俺はまず相手のモーションを見るところから始めないといけないの。いいことよ。完全、あ、完全交互だな。ありがてえ。いやあ。なんで食らうで。粉塵を飲んでたんだよ。いや、まあまあまあいい。乗らないよりまし。は？こいつマグマに入ってキャンセルだぞ。最悪や。え、これあるんだ。ある。そうだね。ワールドとかでもね、たまにあるんだよね、まだ。初めて乗った。この生放送初めてからこの壁バグ。マジか。それは幸運だったよ。完全に消えてたと思った今までのやつ。長え、これマジ。あ、疲れてる。お、マジ早くない。キモい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 。怖いじゃん、怖いじゃん。どういう疲れ方。何あぶね。ちょ、これマグマの噴出が邪魔して。あ、マヒた。ナイス。4マヒ。絶対吉山の方から行くな。あれ、なんで。やばい、ついに。いや、ロジックが、俺たちのロジックが崩れた。決めつけてただけだった、勝手に交互に来るって。ギャンブラーじゃん、こいつ。4回目。でも、4回目のうち、2回マグマとさせないで失敗してるから。実質2回目なんだよ、これ。お、出た。よし、あぶねえ。え、しかもジャンプする前のさ、あのモノブロスカッターみたいなやつでさ、8分の、違う、10分の8持ってかれたのよ。あ、それでそんな食らってたのか。これ移動するかも。あ、うおー。え、いや、ラグじゃなくてそういうモーション。多分そういうモーションだと思う。今のやばびっくりした。そうだね、なんか全然危機感じねえわ。今技はド派手だけど、やっぱ一撃技がないってだけで。でも、被弾率は今までの中で一番高い。やばい！あ、俺死んだ！助けてよ、シルバー！うちあー、うっしょ。嘘だ。紙一重だった、今。惜しかったな。いやー、俺もあれやられたわ。吉沼と同じことされたわ。切り刻まれたわ、モノブロスの角に。やっぱあれ強いよな。いや、エリアルだと、あの後、どうしようもねえ。もうさすがに真人の理。あ、やばいやばい、なんか普通にしてんだぞ、あいつ。超普通に引っかかれたぞ。今日今、合計何オツずつしてる。同じじゃね、多分落ちてる回数。だと思う。あーねえ。騙される。あっ、やばい、やばい、消えてきた。やばいしかも俺も回復ない。でもこれで吉永が死んだことによって、飛躍を飲めるという。嘘だろー、負けたくねえ。ここまで来てこいつやりたくねえ。いや、待って、確かに。いや、ここまで来て確かに負けたくないな、これ。いや、正直甘えた動きしてたとこあった。いや、ほんとしてた、僕、うん、初戦大名だわ。あと5匹ぐらい加えてたら吉永死ななかったのに。あー、飯食ってない。もうまあいや、ユニチューの飛躍飲むわ、俺は。あ、飯食ってねえ。言えないやないか、俺のこと。あれ、俺なんか飯見てたことね。見えだけ見て食ってなかった。ソロでやってなかったからさ、大学の友達とやってただけだったから。そうね、初見モーション多いんだよ。白い、ナルガさん白い。
ほんとだ、でもなんか原子とあんま変わんねえな。おお、いきなり新モーションしてきた。今のなら進行は飛んでたな。なんか俺時間差で攻撃食らったけど、そういう攻撃多分真空が飛んできたんじゃん、後から。うん、あ、これを、なるほど、めっちゃ連発してくるやん。これが時間差で来るのか。おーおお、分かんねえ分かんねえ分かんねえ。これ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 、なんかね、上から来る、さっきの。時間差で上から飛んでくる。いってー、ちょっと削りダメージがとんでもないんですけど。やばい、吉永の方にめっちゃ当たってる。あっ、ほんとだ、上から飛んできた。すごっ、飛ばしながらこいつも一緒に戦ってる。なんだ、ああ、そういうことか。かっけえこいつ。ちょっとあの普通のナルガと団地なんですけど、動き全然追いつけないんですけど、そこは同じで、これカウンターと同じで動きにつなげないか。お、これも飛んでくるな。これおい、ちょっと待ってくれ2連飛んできた、2連飛んできた。いやもうこれちょっと出す範囲がわかんねえ、こいつの攻撃。俺まだ乗れねえか。ちょっと待って、長い長い長い無限に飛ばされてんじゃん、シングは。しゃがみで回復するわ。あ、こいつもウルクスみたいで切るタイミングないな。ウルクスするよりもよっぽどもう無限に投げられてる俺、やばいお前大名見習えよ、こいつは。あいつこんな取りにだぞ。あぶねえ、だって死ぬ死ぬ死ぬ。こいつ分かってねえな、もは消えてない、元から消えてない。あ、あそぶ、ま、待って、俺これ動いたら死ぬ、俺これ。え、吉山どうしよう、俺動いたら死ぬ。ね、動いたら死ぬ、動いたら死ぬ。頑張って、頑張って、頑張って、これ俺動いたら死ぬ、動いたら死ぬ。縛りあれあったあれ、あれどうすればいいの、あの HP1 で劣勝状態の時って。どうしたらいいんだろう。え、列車ってさ、HP1 で残る、それともちゃんと死ぬ、貫通して。わかんない、俺列車で死んだことねえな。だって俺列車で死んだことないからわかんねえ。歩きは大丈夫だって。歩きは大丈夫なんだ、しゃがみじゃなくても。歩き大丈夫だったっけ。しゃがみは絶対大丈夫なんだ、使わなければ大丈夫なんだって。あ、そういうことか、スタミナ使ったらなるのか。さっきのフェイントちょっと注意して。あ、これフェイントですか。ああ、オッケーオッケー、全然オッケーじゃないけど、いなし痛すぎだ。なんか 見慣れたモーションはギリギリ。こういうのとかいける。2回だ。おお、すごい、うまいわプロハン、やるね、プロハン中身か。俺もいや、それはプロハンだわ。初見のモンスターもそう簡単にはやっぱりね、まあ、度胸も必要らしい。おお、もう一回いけるぞ。これは盾なんだ、かっこいいな。月下天章じゃん。マンドラゴラ忘れた。マンドラゴラ忘れた。やべ。やべ。あ、え、あれ？あ、ごめん、嘘ついたわ。根性発動しなかった？さっき、おまけついてたのかな？しかも1位ってたの。いや、さっきまでの俺は根性があるから別に。あ、やばい。俺もうこれ急に分からない。もうカウンターできなくなっちゃう。俺こんなん。根性もなくなって、あ、でも体が鑑定したがってる。危ない。さっきどんな状況でも1耐えるっていう精神的余裕が俺にあったからさ、強気にカウンターしたけ ど、ね、もう別にそれ嘘字だったからな。嘘字って俺が勘違いしてただけだったから。そして最後の、あ、でも疲れてるぞ吉永今。お、マジか。ちょっとこれ無理やりいくわ。怖い、怖い怖えよ、もう心臓止まるよ毎回あれ。死ぬ、死大粉塵。大丈夫、粉塵も投げるよ。あ、ナイスです。役付けなくなった、なくなった。めっ、やっぱこれ弱点特攻発動してるナルガの的確に。あっ、え、ナイス、はよっ。いや、これ勝ったのでかいわ。16分だって。はよすぎ、こいつ頭やっぱ柔らかかったからね。俺全然攻撃多分軽く稼いでなかったよ。吉永がボコってた。ガンナーポーチをご存じない。プロハンはガンナー使わないからね。そもそも。そうなんだよ。吉永クーラードリンク稼いだ。じゃあ帰ろうかな。いやいやいや、まいまいけるいける。いや無理だって。クーラー無理無理。いやいけるいける。10分でしょクーラードリンクって。2個ちょうだい、2個。でかマジで。もう赤もないよお前は。クーラードリンク
10分5分。まあじゃあつまり10分で倒せってことか。5分と10分の意見があるよ。いやなんか体感的には10分な気がするんだけど、5分短すぎねと思った。何してんの俺。いややばいやばい、食べてるよ。何してんの俺。あ、俺もう終わったわ。いやちょっとリタイアしようぜ。一旦リタイアしようぜ。まだやる、まだやる。諦めたらそこで試合終了ですよ。めっちゃ岩砕かせにずっと使ってくる。あ、オッケー。はぁあ、焼け死ぬ。あ、焼け死ぬ。これ俺足焼けで死ぬ。危ねえ危ねえ。何今の。やばい、これ俺ちょ走る場所によっては死ぬこれ。足焼けで死ぬ。危ねえ危ねえ。かわいいこいつ。いいと。おえこれバックドロップしてきたよ、あの岩。バックドロップ。そう、岩なんか隙だらけだと思って撃った。後ろに向かってバックドロップしてきた。そんなのもあんな。あ、これ怖いやつか。これ俺狙われてる。狙われてるね。はい。やばすぎだろ。はい、広すぎやろ。でもこいつなんか肉質やっこいな。うわ、これ邪魔くせ。邪魔くせ。あー危ない危ない危ない。あー、ふちふちふち。ダメだ。回復させる気なし。吉田も死骸狙ってるわ、ずっと。これやばいな。クーラー力1個になっちゃった。終わりだ。うっそー、死にすぎだ。あー、そうだった。バックドロップ。バックドロップだ。焼け死ぬ。どこやらけんだろう。でも本当に2回耐えたわ。すげえ根性根性。バックドロップちゃんと見てら好きしかないわあれ。逆にオッケーオッケーオッケー。逆にありがたい技か。岩持ってる時柔らかいんだって。岩持ってる時とダウン中柔らかいんだって。どういう。知らんかった。それもどんぐらい離れればいいのこれ。いや、ここだったらさすがだったな。スライ汚しだなこいつ。2つなのね。ナルガもそうだし。え、ちょっと待って。 MK なんて言った。スライ汚しならんって言った瞬間に。ちょっと待って、あの猫パンチの火力にひよったわ今。なんかあ、踏まれたと思ったら8割消し飛んだせいで。てかあれだな、いなせばよかったな。知らないんだったら。待って、根性感じちゃった。あー、マジか。いなせないのか今の。スライ汚しで負けた。いやでもこれ次が出るわ。うん、ぶっちゃけザコだわ。え勇者が出たあたりはなんかそもそも。おい、何回見んだよお前ら。もうやだーでしょ。一回リセットしてちょっと。なんでちょっとさ、ヘッドホンの充電もさちょっとおかしくなってるからさ、一旦リセットしてダメ。ね、お願い一回リセットして。一回あ、おおだ、よし、もうリセットする。やばすぎるこいつ。やばすぎる。2発とかでブラキリオスの気ですもん。やばい危なっ。あっぶねあっ。え何し。いや空中で普通に死んでただけだった。苦手やん。その攻撃最強やん。ちょっと待って、俺バックドロップ全然バカできない俺。バックドロップ最強技やあれ。体験し。よくんねえ。さすがにもうこれはやばい。次負けたら引退よ。いや、本当に引退だよ。つうか、もうなんならチケットないし。それはやばい。それ、はい、そうだ、俺たちには完全敗北あったわ、チケットがなくなるっていう。来るすごいね、こさんでじゃん。あの、危ないよお、いい加減は学習しろよ、そのバックドロップ。おー、バックドロップだってあれね、遠くから見てるやつらめっちゃおもろいんだよ、バックドロップで殺されてるの。危ない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 。そうだ、俺は吉永とは違う。で、俺も吉永マコース突入そうだったよ。弾欲しくなったらモルダーリ玉使うから行ってね。なんて、あ、死んだ。あ、終わったわ。早くね。10分。早い。いた。え、こいつ弱いだ。俺死にまくったけど、なんかこれクエスト終わった後なのに、なんかめっちゃ食らったんだけど。
クエスト終わった後、俺根性終わったから耐えたけどさ。あー飯食い忘れた。報酬保険食った？食った？保険金食った？いや、ど根性です。じゃあリタイアしましょう。ダメです。だってだってだってこれ時間無駄になっちゃうじゃん。10分死んだら。いや死ななければ死んだらの話よそれは。なるほど。だってみんな弱いって言ってたよ。金2匹は。そうか。俺ら大名。勝ちましょう。うん、俺ら大名ゾザミだって多分3音としてないでしょ。そうだね、だいぶ詰め3音としたね。3音。幻の4音詰めの方が助かったな。あ、でも確かに大名ゾザミよりでかくない。ほんとだ。あんま変わんねえじゃんってことだから、みんなにこれどこが2つなのかよくわかんねえな。うぇぇぇ放尿や。お前もバックドロップと同じ種族だ、こいつ。ちょっと待って、よけらんねえ。いきなり根性なくなったよ。根性つけといてよかった。あぶね、俺もう出待ち開始5秒で死ぬとこだった俺。おい放尿やめえや。しかもこいつあれじゃん、大名ゾザパクっとるやんけ。キモいな。確かに将軍このモーションやんないもんね。こいつネタ尽きたな。早っ。何こいつ。あ、変わった。なんか爪だ、爪につけてくるんだ。え、なんかでパワーアップするんだ。変わったことない。ディアブロス。違うな。なんだ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 。ディノ。あ、ディノバルト。いや怖い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 。全然待って、行動全然変わるやん。そういうモンスターなんだこいつ。いった。俺も一緒に初見プレイ楽しんでるわ。絶対初見じゃないはずなのに。残ってね。なに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 。これこれディノバル。え？じゃあトイなのかな。あ、色変わった。なんか赤色だったのに爪の色が青くなった。な、何こいつ全然わかんねえ。いや当たんねえもん、なんかさっきから攻撃こいつ。確かに当たってねえ、俺もいったもん。いやーいや普通のモーションの方が強い。あ、俺死んだ俺。いや、これ、ね、死ぬやついったらびっくりする。なんでだ。何で死んだ。いや、なんかいや、さっきのあの弱いって言われたから。吉野落ちてる時なんかいつも空中で死んでない。死んでる俺。大抵そう、エリアルで受けらんねえからさ、飛んで後ろに回避しようと思うんだけどさ、ダメだわ。いやもうこのクエスト貼ってくれるだけでヒーローだから。貼れないから一般人には。貼りに来たわ今日は。助っ人じゃなくて代理として来たから。大名と同じや。大名ゾザミもそうだけど、なんかさちょっとあれじゃない、領域展開してない。ギリギリ体に届かない無限空所みたいな場所ない。足と間に。おこいつ五条だったのか。こいつ五条。およく考えたらこいつ五条のサングラスしとるやんけ。よく見たら五条やんこいつ。五条。あ、まいった、ナイス。いいタイミングのまい。ナイスナイスナイス。こいつ弱いわ確かに。この方にいや、まあ、そういうの。いや、俺絶対なると思う。絶対なると思ったから俺今そういうの言うのやめようって言おうと思ったのに。もう禁止。もうそれそういう敵アラドルの禁止。何やってるこいつ。殻壊れないのかな。いや、壊れるでしょ、さすがに。おいおやだ、ほんとに。え、なんで一撃。いや、普通にあの、弱いって言われる連続攻撃、始まる。むちゃむちゃこいつやるよ。なんでグラビオスの殻なのに水吐けるの。確かに。まあ、尿は自分の体から出してんだろうな。ガチで尿なのかよこれ。なんか尿みたいな噂あった気がするけど。あ、そうなの。しかも尿だった気がするけど。尿だったらガチだ。あ、これだ、これだね。一撃。そうそう、これこれ。あんだけ溜めたら確かに一撃だな。早いですねこれ。うん、何これ、なんだ。 あ、出た。これがディノバルドの技だ。かっけえな。でも今の多分これも一撃じゃねえの。今の絶対ってか、これが多分一番強い。あ、これじゃない。やばいやばいやばい。あこれは根性を持つものと持たないものの違いだ。今日列車受けてるやみけやろそれ。そうだから動けない。危ねえ危ねえって俺知ってるけど。もう痛い。さっきのさ、ディノバルドのもんさ、なんか近くにいすぎて
分かんない、近くにいるとき分かんなくない、あれどういうモーションか分かんないね。なんか背中に手入れてるときしか分かんなくて、どっちなのか分かんない。あのリノバルドのやつなのか研いでるだけなのか、そう、なんかいろんなややこしいモーションがあるせいで。よし、なんか武士道でかくても次の攻撃に潰されちゃってあれできねえよ武士道頑張れ武士道頑張れ、いや武士道なのかよ、しかも俺はどうしてしまったんだ。相手が弱ければ弱いほどそれに比例して一緒に弱くなっていくスキルかもしれないみんなが弱いっていうやつに限って、ああ危ねえ、心が折れてしまうよ、こんなにやられたらなかなかないんじゃない一日でこんなにモンハンで死ぬ日って。そうだね、おいギサミちょっと俺に忖度してくんないかな、君は。俺に忖度してるわ、こいつなんかさっきからおい、間違えてんぞ、忖度する相手よっしゃマジで俺が踏んでんの危ない、危ない、大丈夫だ、ああ待って、クラフリング飲んでもうだ、ちょっとお前の切り下がりでやばいやばい、タイクティノバー、あ、ナイスナイスナイス、俺これあれだ、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 よかった、俺は知らない、よいよくはねえけどナイス、あ、俺なんか粉塵飲んだつもりなかったね、今え解こうと思った、あー、だーやべやべ、さすがに当てましょ、あー、ごえー病気になっちゃった信じられないぐらい信じられないぐらい逃げてったな過剰に反応したよ、もうえ、これ今もうあと一応もできない状況だっけ、できないあれ、もしかして4打で食らった、これ4打で食らったね、アピールか、アピールか、あ、やばい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 、やっぶねえ、俺死ねばいいんだ、強化の構えじゃ、あ、強化の構え持ってきたんだ、持ってきた、おい、無料区域、おれよし乗ってきたぞ、強化の構えかっこいいよね、かっけえかっけえ、使ってる人初めて見た、おー、まあ確かにオーガの方がなんか便利だからな、これダメージが、俺列車になったわ、つい、オッケー、じゃあ、あれ飲む、センキュー、センキュー、センキュー、ついに列車まで来たか、俺も、あーやばい、あーやばいよこれ、あんまりねな、おお、なこれえ、虹できてる、すげえ、見えなかったけど、何今の、虹かかってたよ、こいつの尿に汚ねえね、最低な虹をかけた、あーマジかこれ、方向合わせてくるのか、よかった根性あって、あ、ごめんなさーいオッケー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 、俺が乗ってるからセーフ、避けれんかったか今の、吉山、あぶねえ大丈夫、ここからレポートするわ、吉山の頑張ってる様子をまだね、なんか俺見つかってないから、謎にちょっと待って、吉山選手やばいから吉山選手撃つさないで、戦っております、逃げ惑っております、あ、危ない、あの攻撃は何度も吉山を葬った、伝説の攻撃、さあ右行ってるのか、あれどっちだ、あれ狙われてるぞ、ディノバルトの攻撃、おーっと死んだー全然右行っていなかったようですドヤ顔で溜めていたから、なんか強化の構えをするのかと思いきや、当然のことが切り刻まれちゃった、当然のように死んだら今ねしっかり押さえたわカメラに最悪や、いやでも待って、これあれ今一応ずっとしてるよね、ただおーなんで武士道発動しねえんだよこれゲーム悪いわ、いやこれワンチャンのディノバルドの攻撃で二立てされるかなと思ったけど、普通に次の、いやディノバルドモード入った、しかも、いやディノバルドモードじゃない、ええあ、やばい、あ、やったわー、よかった、危ねえ危ねえ危ねえ、俺じゃなかったナイスー！いや俺もこいつ食われよかった、ひよって回復だった最後あ、いや一番回復薬とか使ったわ、でも